なたの笑顔をハンドメイドクラブバルヘジア。今週も始まりましたクラブパルヘジアです。こっち
この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。今週私 MC を務めさせていただきます岸のりこと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。市川市というところ出身のシンガーソングライターでございまして、1曲目ラーメン屋さんに一人で行けませんという曲をお届けいたしました。まあ、勇気を出して一歩を踏み出せば何か新しい出会いがあるんじゃないかということで、私初 MC でございます。よろしくお願いします。今日お客様がいっぱいいてすごい拍手が、ね、ありがとうございますということで、それでは早速本日のゲストを紹介したいなと思います。それではゲストをご紹介いたします。今日も素敵な方がいらしてくださっております。それでは、番組初登場となります鍵盤弾き語りシンガーソングライターの山谷由衣さんです。よろしくお願いします。千葉県出身シンガーソングライターやっております。ありのままの気持ちを歌っております。どうぞよろしくお願いします。そしてお二人いらっしゃいます。同じく番組初登場、吉野ゆり子さんです。山口県出身吉野ゆり子です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、お名前を言っていただいたんですけれども、お一人ずつちょっと簡単に自己紹介をしていただこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあまずゆいちゃんからどう。もう山谷って言われることが多いんですけれども、山谷由衣と申します。シンガーソングライターをやっておりまして、小さい頃から歌うことが好きで、ずっとずっとこのライブ活動をやってきて、聴いてくださるお客様にたくさんの気持ちをお届けしたいなと思いながら歌っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは吉野さん。はい、はい、あ、はい、吉野ゆり子と申します。はい、山口県出身ピアあ、そうですね、ピアノ弾き語りですね。で、楽曲制作を4歳から一緒の幼なじみと共にやっております。作詞を彼女が書いて、私が作曲をしております。で、2人で二人三脚で行っております。パフォーマーは私一人です。よろしくお願いします。お願いします。私、ゆいちゃんとは一度だよね、一回ですね、ご一緒したことがありまして、はい、そうなんです。吉野さん、はじめまして、はじめまして、ね、はい、なので、先ほど番組が始まる前にちょっとどういう呼び名をね、したらいいかっていうことをお伺いしたんですけど、まあ、ゆいちゃんはゆいちゃんでいいよとおっしゃっていただいて、はいはい、吉野さんに至っては吉野でいいとなんか一つあるんですけど、はい、ちょっとハードル高いかな。あ、どういう感じ。よっぱい。よっぱい、どっちがいいですか。あ、じゃあもうよっぱいで。あ、じゃあよっぱいで。よっぱい、よっぱいで。ゆいちゃんとよっぱいでね、皆さん覚えていただきたいなと思います。大丈夫ですか。はい。はい、お願いします。大丈夫な感じなんだよね、それはね。大丈夫、大丈夫、大丈夫な感じ。なんか言うの恥ずかしい。言われるとちょっと。でも言われる方は恥ずかしくない。あ、全然。あ、大丈夫。じゃあよっぱい。はい。ゆいちゃんも大きな声で。よっぱい。かわいい。かわいい。そういう感じで、この3人で今日はお届けしていきたいなと思いますけれども、では、早速なのですが、まあ、ご挨拶代わりに1曲ずつ歌っていただきたいなと思うんですが、はい、順番をどうしましょうか。じゃあいきますか。いきましょう。最初から。来た。よっぱい。よっぱい。練習ですかね。練習。もう最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃあ勝った方が決めて。じゃあ勝った方からいきます。はい、はい、じゃあよっぱいから。はい、いきます。スタンバイお願いします。じゃあこの間にテーマを紹介してよい感じですか。はい、番組をね、確認しながら進めていきますこの番組テーマがございまして、今週の番組テーマは猛暑日、真夏日、あなたの暑さ対策はということでございまして、まあ、梅雨明け前というのにここ数日各地で猛暑日や真夏日となる日が続いています。
熱中症になってしまう方も増えておりますが、視聴者の皆様は大丈夫でしょうか。私はダメです。5分でダウンしましたね。ちなみに猛暑日とは1日の最高気温が摂氏35度以上になる日のことで、今日は35度30度以上が真夏日、25度以上が夏日と言います。今日は何度ですか。今日34ぐらいになるとは言ってましたけどね。猛暑日だったのかしら。猛暑日という言葉は2007年平成19年から使用されるようになった用語です。似たような言葉に熱帯夜がありますが、こちらは最低気温が25度以下に下がらない日のこと、夜のこと。いずれも気象庁が定めた予報用語だそうです。ということで、猛暑日や真夏日を乗り切るあなたの暑さ対策を教えてください。ソーシャルストリームタイムラインの書き込みをお待ちしております。ということで、スタンバイ OK でしょうか。では歌っていただこうと思います。まずは吉野ゆり子さんです。どうぞ。同じ鼓膜を震わせていて。
ありがとうございました。はい、ということで私のゆり子さん、リフレインという曲をお届け、ありがとうございます、いただきましたということで、ではゆりちゃん、はい、はい、お願いします。ではその間にまたちょっと紹介をさせていただこうかなと思います、番組プレゼント紹介がございます、今週の番組プレゼントございまして、毎度おなじみこちら番組のパルヘジアステッカー、はい、そして先週のゲスト泉真美さん提供の6月17日ワンマン、北参道ストロボカフェのサイン入りポスター、シュ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 、サイン入りということで素敵なポスターがあります。それから宇多芸さん提供の、宇多芸コンピレーションアルバム1の CD ですね、私はこちら3に収録していただいております。それからチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、可愛らしい。そして番組コーナーで使用したこちらのスケッチブック用紙と3人分ですね、番組終了後、集合写真、レアな、ね、集合写真でございますにサインを入れてプレゼントさせていただきます。応募方法は番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となります。ツイッターを連携してコメントをしてください、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ OK ですかね、では山谷由依さんに一曲歌っていただきたいと思います。聞こえてくる夏の音が
はい、ということで山谷由依さん夏という曲をお届けいたしました。ありがとうございます。ということでこちら、またお知らせですね。ファルヘジアではカルタの読み札を募集しております。絵札にはゲストの皆様にサインを書いていただいております。今週のゲスト吉野由里子さんのよ、山谷由依さんのやが頭につくカルタの読み札をお寄せください。 MC 岸のり子のキーも募集しております。ぜひお願いします。またですね、毎月1回その月にお誕生日を迎える視聴者の皆さん、番組にゲスト出演していただいたアーティストの皆様をお祝いするということで、番組後半にバースデーソングでお祝いしたいと思っております。今月7月がお誕生日の方はソーシャルストリームタイムラインにお呼びするお名前とお誕生日を書き込んでください。家族お友達をご紹介いただいても OK です。私は母が7月生まれでございます。そうなんです。あ、スタッフの、おめでとうございます。15日、あ、お客様、金曜日17、あ、母と一緒です。おめでたい、おめでたい。もうすでにこんな7月でいらっしゃいます。ぜひ番組をご覧の皆様の中でも、いらっしゃいましたらご家族お友達でもご紹介してください。お願いいたします。本日のテーマですね、本日のテーマはなんだっけそう、猛暑日、真夏日、あなたの暑さ対策はということで、皆様ぜひ、ハッシュタグつけてですね、つぶやいてくださいね。早速ね、来てますよ。昨晩が今季初の熱帯夜だったそうです。本当に暑かったですよね。死にそうでしたもん。暑さ対策は塩飴と麦茶とタオル。わ、ね、全部言われましたね。あ、全部言われた。でもちょっと考えておいてください。しましたね。しましたね。しましたね。もう完璧。暑さ対策。ちなみに昨日はどうやって過ごせたんですか。昨日ですか。昨日の夜、昨日何してたか忘れちゃった。昨日どうやって寝たかとか。昨日は暑い扇風機出しましたか。窓もちょっと開けて扇風機して、でも暑くすぎて4時ぐらいにクーラーもつけました。結果でもう布団もかけずにって見せられない感じでした。すでに朝も7時とか8時ぐらいで暑かった。そう、8時で30度超えてましたね。あの、何でしたっけ、フジテレビの天達さんが、お台場で31度をこうやって小倉さんって言ってましたから。ゆうちゃんは昨日は寝れました？なんか暑いのは割と耐えられるんですけど、さすがに昨日はちょっと暑すぎて、なんかアイス枕みたいなやつをここにやって、アイスなんだ、アイスで寝てました。意外に大丈夫でした。意外にいいかもしれない。6杯はそう、アイス枕って言うんですね。ね、氷枕じゃないんですね。あ、確かに。ジェネレーションギャップを感じる。あれ、そういうこと？あ、私はもう同じで、あの、ちょっとお見せできない格好で寝ました。本当にそういうジェネレーション的な、ね、腹出して寝てましたね。はい、皆さんもね、風邪ひかないようにしないといけないですね。本当そうですよね。冷やしすぎないようにしてください。と、いうことでね、あと誰かなんか書いてある。アイスの大人買いっていう。ああ。私も箱アイス買います。朝と夜食べます。辛口ジンジャーエール、やっぱり、あ、いいですね、うん、いいですね。チャイナスクエアさんも辛口ですね。美味しい、美味しい、美味しい。そんな感じで皆さんのぜひ、はい、ぜひお願いします。皆様にかかってますからね。はい、この番組が生きるか生きないかをね。ということで、はい、そう、生きるか死ぬかがございまして、はいはい、そんなわけで今日はですね、お二人の素敵なアーティストの方にゲストでいらしていただいているので、せっかくなのでお二人のことを聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今の活動ですね、音楽活動、ライブ活動を始めたきっかけというものをお伺いしたいなと思いまして、じゃあゆいちゃんから聞いていこうかな。はい、なんか小さい頃から歌うことがとにかく好き で、なんかボイストレーニングとかを行き始めて、で、まあ、そこの先生がライブ活動とかをやってらした方で、なんかその誘いみたいなのがあって、それでこう初めてライブのステージに立って、うん、あ、これはちょっと自分一人でこのステージに立ちたいなと思って、でこう歌っていくうちにやっぱり自分
の音楽の疲れで何かこう人に伝えたいなっていう思いがあって始めました。最初は弾き語りではなくてもう歌で、歌で、はい、自分の曲ではなくてなんかそのカバー曲ボイトレの先生が作るピアノをやってくださって、うん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 、でなんか音とかもそういうの全部やってくださって、なんか自分は鼻歌とかで、あ、なるほどなるほど、こういう感じねみたいな感じで、あ、でも作ってはいた、そうです、そうです、あ、でそれを先生からピアノ弾いてくれて、ボーカルで、うん、私も全く一緒な感じで鼻歌を先生に伝えて弾いてもらって歌うっていうスタイルでした。ピアノはずっとやっていった。ピアノは幼稚園ぐらいから小学校ぐらいまでやってたんですけど、うん、まあちょっとやめてしまって、うんうんうん、専門学校が保育の専門学校だったんですけど、その時にまたこう触る機会があって、ちょっとやってみようかなと思ってまた始めた感じです、うんうんうん、なるほど、はい、先生似合いそう、あ、似合いそうって別にそっちに行きなよって意味じゃなくて、え、そこなんか結構言われますね、うん、優しい先生って感じがする、伝えかける感じとかも、はい、なるほど、はい、ヨッパイはちょっとちょいちょい共通点があって、まず段取りを、段取りじゃない一から話すと、もともと役者やってたんですよ、で芝居をしてたんですけど、うんうん、まあ、芝居って脚本家がいて台本書くじゃないですか、うん、でも当てがわれる役が真面目な役ばっかりで、あ、まあ、文句を申し上げるのは申し訳ないんですけど、はい、やりたいお話がないってちょっと贅沢にも思っちゃって、したら幼なじみがずっと昔から詩書いたり、うんうん、曲を作ったりはしてたんですけど、私もあ、これ歌えばいいやと思って、これがどの台本よりもこっちがやりたいって思って音楽に乗り換えました。それまでは歌を歌っていたわけではなくて、な、本当に役者さん、役者だけで、ピアノはちょっと両親が習わせてくれてたので、うんうんうん、それにを使ってる感じですね。へえ私も保育士、あ、そうなんですか、やってたんですよ、あら、あ、やってた、そう、実際にやってました、東京来て1年間やってました、そう、だからうわーと思って、すごい、そう、すごい、じゃあ今日は母性あふれるね、なんか放送になりそうですね、どうしましょうまあ私違うんですけど、いや、一番母性あふれてるす、うん、あ、もうなんか出てます、はい、保育してください、お願いします、いいですか、気持ち悪い、すいません気持ち悪いそんな、へえ、そうなんだ、なんか面白いですね、たまたまですよね、このブッキングはね、うん、お、なかなかそんなお二人と、今日は行くんですが、またね、今の自分を構成する三大要素って何か思いつきますか？三大要素、あ、揃った感じであの、あ、じゃあ行きます、うん、酒、今、あ、音楽じゃなくて自分ですよね、うん、自分です、自分です、酒、まあ、ベタにも酒、食べ物、そうですね、あの、まあ、笑い、笑い、あ、いい、あ、つまらん、つまらんえ、でも実際酒、お酒を飲みながら何かを食べて誰かと笑う、あ、もうそれが一番いいですね、居酒屋とか赤ちょうちんとかで、うん、なんか、すごい楽しそう、飲んでくだらない話するのが一番いいですね、うん、いいと思う、はい、でもそういうの大事、はい、ありがとうございます。ゆいちゃんは、私はやっぱり音楽、うん、おー、そうか、うわ、しまった、しまった、しまったよ、真面目とかじゃなくて、常になんかこう音楽をなんか聴いて、うん、聞いてる感じで、あとは自然、なんか星とか空がすっごい大好きで、そういう自然、うんうん、あとはマイペース、あ、なるほど、はい、じゃあマイペースに星を見上げながら音楽を聴くというね、はいはい、だいぶ違う感じの2人が揃いました。ちなみに、岸さんは？私ですか？私ね、なんだろう、まあ音楽はそうなんですけど、音楽、アイス、音楽、アイス、アイスが大好きで、音楽はまあ好きで、あとなんだろう、でもやっぱり喋ること、トーク、うん、喋るのは好きですね。あ、誰かと、すごい寂しがり屋なんです私で、基本的にメールとかは得意ではないんですが、
喋ると止まらないっていう、はい、MC じゃもうバッチリ。いやだからね、自分のことを喋らないように気をつけなきゃいけない、そういうところがあるんですけど、そうなんです。でもお酒も好きだし、本当に何でも食べるし、そう、星も好きです。一緒ですね、マイペース。ほら、みんな一緒。私も音楽好きです。言っとかないとみたいな。言っとかないとみたいな。そう。でもね、そういう、なんだろう、多分見てくださってる方も、何か自分の中でこう作っている三大要素みたいなものがあると思うんですけれども、ね、じゃじゃじゃん。なんか、あ、見せられない、ね、姿を想像させるのはやめましょうって言われてますね。そうですよね。すいません。むしろ想像してほしいですけどね。あ、なんかすごい暑さ対策、気力と体力、心と滅脚、心と滅脚すれば日もまた涼しい。そうなの？そうなの？日は暑いと。でも最近火事とかが多いから、多いですね、火事なのかね。なんなの、バーベキューやりすぎた感じですか？バーベキューね、そういうこと。バーベキューやりすぎないようにしてください。バーベキューでもいいよね。バーベキューしますか？いい、ね、昔実家で庭でやってました、うん、そういい。あ、山口。そうです、あの魚介もいっぱいあるので。あ、美味しそう。そう、庭で焼いてましたね。私一回だけ山口行ったことがあって、お、うん、すごい美味しかった、いろんなものが。そう、食べ物だけは、そう、食べ物だけはいいです。バーベキューの季節いいですね。うん、ですな。あ、ペットボトル入りのシャーベット、あ、いいですね。売ってますよね、コンビニとかで。あ、売ってる、うん。あ、今週のプレゼント用ハッシュタグ、今夜は酔っぱいゆいちゃんのりちゃんだよっていうことでね。だよ、だよがよって感じですね。だよ、よ、だよだよ。ぜひ応募してください。面白いことね、言っていただきたいなと思います。おお。三大要素、飲む、打つ、逃げる。打つって何ですか？打つって何？え、これですか？あ、こっちかな。あ、こっち？あ、麻雀。あ、口。あ、で、逃げちゃう。亀ですね、文字が。ね、だいぶ逃げられてないですよね。ゆっくり逃げ、捕まっちゃうやつ、ね、捕まっちゃいますよね。ぜひぜひですね、皆さん、猛暑対策だったりとかしていただきたいなと思うんですが、猛暑みんなは何かしてる？夏野外ライブとかって多い人ですか？ああ、したことないですね。路上以外は。路上はやってる。路上は前ちょっとだけやってたんですけど、うんうん、バテますね、やっぱり。まあ夏とかはバテるかもしれない。危ないね。お二人とも路上ライブはしない？今は私はほとんどしていないですね。うん、昔はやってて、あ、でもゆうちゃんもやってない？今はやってないです。うんうん、去年くらいまではやってたんですね。一回はやりますね。やっぱり活動を始めた頃とかですか？うん、いつぐらい？私 2,3 年前ぐらいから始めて、うんうん、結構最初はもうやっぱこうやり始めるとすごい楽しくなっちゃって、うんうんうん、結構やってましたね。はい、鍵盤担いで。なんか結構友達と合同でやる方が多くて、じゃあなんか持ち寄りじゃないけど。そうです、そうです。持ち寄りパーティー的なね。パーティー、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 路上パーティー。すごい迷惑な感じですね。路上パーティー怒られてる。面白いですね。今度から路上パーティー。路上パーティーですね。路上パーティー。だから遊びかって言われちゃう。気をつけないといけない。酔っぱいはいつぐらいに今もやってる？ね、いや、もう1年前とか2年前ちょいちょいですかね。でもやっぱり来るじゃないですか、うん、ピーが。あー、うん、そう、もう心が折れちゃって。あ、やっぱり君のやってることは犯罪だよって言われて、あ、すいませんって言って。もう、そうなのね。そういうこともあるのでね。そうなんですよね。なんかお客様にはすごくこう救われるというか、そうなんですね、力をいただけるけど、直に声が来ますからね、うん、なかなかね、できないこともあるので、ぜひ皆さん
ライブ会場に遊びに来てくださいね。お願いしますお願いします。あと野外ライブとかそういうフリーライブとかもしね、関係者の方見てたらぜひ声をかけていただければぜひ、ね、歌わせていただけると思いますので。あ、路上パーティー、土壌パーティーに聞こえたって、土壌じゃないです土壌はつかみ取りみたいな感じですか、ね、そうです結構つかみ取り大変なやつで土壌持って、みたいな感じですか振り回す的なね、さすが酒好きはちょっと言うことが違うちょうどもうそれが思いついちゃいました。土壌って夏でしたっけ。土壌はいつですかね。夏かな。夏、うん、食べれるんですよね。食べれるですよね、うん、土壌、あれ柳川が土壌、ちっちゃいやつですよね、比較的。あれ違う、あれ土壌ってちっちゃい魚でしたっけ。あの卵とかでこう閉じてあるやつ。あ、そうそう、ごぼう。ちょっとあの臭みがあるので川魚ですからね、うん、あのね、ごぼうとか入れるということでね、いつの日かチャイナスクエアでも中華料理屋だって路上って路上はね、下処理が大変。ああ、そうなんですね。やっぱりそうなんですね。美味しく食べる。確かに大変そう。路上、夏の食べ物で何が好きです。夏、うん、夏、私はアイス。アイスは一年中食べるけど。アイスはいいですね。うん、そうめん。あ、そうめん。そうめんは大事。うん。入っていくので。わかる。みょうが。あ、みょうがも美味しい。うん、薬味好きですね。しそとか。薬味好き。薬味好きです。それつまみについてるからだろ。あ、そうなんですか。つまみっぽいですもんね、薬味って。あのアイス何が好きですか。アイスは私ね、最近はあれを買います。ハーシーズのチョコレート、バニラにチョコレートが巻いてある。あー、うん、あの箱入り、そうそう、箱入りのやつが美味しいね。パルムが大好きだったんですけど、高級なパルム。最近ちょっと箱アイスを1日2個食べるっていうのにハマっていて、うん、箱2箱じゃないと思ったみたいな。2本、さすがにね、2箱はちょっと年齢的にやめといた方がいい。びっくりした。カロリーすごい、ね。すごいですよね。でも多分ね、頑張れば一箱は全然いけますね。すごいですね。頑張んなくていいか。強靭な胃袋。強靭な胃袋だったんですが。そうだよ、お腹壊すよね。ですよね。壊さないんですよ、私。すごい。多少壊したいぐらいです。そうなんです。うん、でもそうめんも前も言ったんですけど、流しそうめんをそう去年何回かやってすごいハマっていて、今年もやりたいなって思っているんです。流しそうめん竹筒に入れたやつですか。うん、竹とかあとはプラスチックのなんか筒みたいなのとかで本当に流したんですね。あのこれじゃなくて、じゃなくて水でちゃんとシャーってやって、河原とか森とかでやったんです。本格的ですね。本格的なんです。でも結構お店でやったこととかもあるで、そういろんなところでできるのでおすすめ。ライブ&流しそうめん、はい、やりたい。歌ってる間に BGM 出なくなる。風流、風流、風流ね。いいな、いい、ちょっといい、やりましょう。お客さんの間こう縫ってみんな歌聞かないで、そういうに夢中になっちゃうですよね。でみんなズルズルズルすごい気になるっていう。でもね、そういうのもしあの参加したいという方が多ければ ね、うん、いいですね、可能になると思うのでね、うん、ぜひ言ってみてください。そう、あ、夏はスイカ。うちだと冷やし中華が流れる。ああ、冷やし中華が流れる。すごい。あ、すごい。それか、まあ、つけ麺の。あ、つけ麺いいですね。あ、それにいい、いいですね。ちょっとぜひ皆さんやってっていうね。声が多ければ、で必ず来てくださるという
ものがありましたら、そう絶対来てくださいということでやっていただければですね、ぜひやってくださるそうなので、ぜひちょっとお願いします。皆さんハッシュタグともにね言ってくださいねスイカとかねあるよね。スイカいいですね。名古屋に超ビッグパフェがあるんですか。ビッグパフェ知らない。喫茶マウンテンのかき氷、みんないろいろグルメ知ってますね。ね、知ってるんですね。書いちゃった人がいるよ。書いちゃった人？書いちゃった？あ、本当だ。まあまあ大丈夫でしょう。そのわけでですね、じゃあそろそろ次のコーナーに行こうかなと思うんですけど、夏の話になったということで、はい、まあ、世間ではそろそろ夏休みが近づいてきているなということで、番組では多分そのそれぞれの MC がですね持ち込み企画なんていうものを、しておりまして、私も持ち込み企画をさせていただこうと思うんですけれども、書かなかったけど大丈夫かな。はい、ということで岸の横の持ち込み企画はですね、はい、もうすぐ夏休み絵日記でしょうということで、あ、なんか結構フォーンってなったのにいろいろつなげて喋っちゃったんですよ。え一応ねタイトルコールとか、あ、なるほど、いい感じにしていただけるやつですね。じゃあ次回から気をつけますということで、夏休みの宿題といえば、はい、絵日記が多いかなと思いまして、はい、これからですね、皆さんにちょっとこれ見えちゃうんだけど、いろいろ書いてあるボールを入れてありまして、これを引いてもらいます2人には。でそれ に沿った絵と絵を描いてもらって、まあ、字も書いていただいていいんですけど、まあ、絵日記を書いてもらおうということでございます。あれ、いわゆる絵日記帳で上に絵があって、そうそうそう、下にこう、あれも横じゃなくて縦なんだよね。そう、縦なんですよね。そういうのを書いてもらって、はい、で、ほら、プレゼントにもなるのでね、ぜひ、はい、書いたものが、そうです、そうです、なんとね、なので、絵日記だから、絵日記だ、あくまで、別に上手と見せたとか、そう、画力を試されてるわけではないです、大丈夫なので、ちょっと、蓋がないけど、はい、こう横みたいな感じで一人ずつ撮ってもらって、はい、じゃあまずゆいちゃんから撮ってもらって、テレテレテレン、じゃん、はい、お、将来の夢、将来の夢、ゆいちゃんには将来の夢を絵日記で書いてもらいます。どうしよう、それも入れちゃおうかな。じゃあよっぱいも、ちょっと前すいません、はい、ジャラ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 ペペン。2015年夏やってみたいこと。2015年夏やってみたいこと。夏今ですね。はい。はい。二人ともなんかこう、はい、書いて、色とかいろいろあるので、はい、使っていただいて書いていただこうと思いますが、はい、大体どれぐらいって書いた方がいいですか。そうですね。いっぱい話したいなと思う場合はささっと書いて。わかりました。凝りたいなっていう場合は。じっくり書いていただいて大丈夫です。結構時間があるので大丈夫ですよ。夏やりたいこと、はい、2人ともだから未来日記みたいな感じですね。将来の夢と2015年夏やってみたいことということ で、ね、ちなみにね、他にもいろいろ入れてたのはあなたの自慢とか、あとね、音楽活動をしていてとても嬉しかったこと、あと当たり目もあったんですよ当たり目が出たら私からのプレゼントがあったんですけど、はい、あーなんてこった、いやあとね、なんだっけ、今までのライブでの失敗談ね、今日はそんな感じで入れてたんですが、2人に書いてもらってる間に私も書きました、私ね、絵が描けないんです自分でも言っといてね、これの絵を見てぜひ、判断していただきたいんですけど、これはね、今までのライブでの失敗談ということで、私初めての弾き語り、2000何年か忘れましたが、
初めての弾き語り、右手がって鍵盤を殴りながら歌いました。殴り、つって？あの手がつっていっちゃって、手がね丸くなっちゃったんですよ。なんか緊張しすぎると手がつるみたいで、体がつっちゃうみたいなんですよね。緊張しすぎると。で、最初の弾き語りだったので、それまで。それこそ桶とかで歌っていたんですけど、弾き語りを始めようと思って1曲だけライブで弾き語りをすると言って、今はほとんど歌わないんですが、ホームという曲があってですね、はい、その曲を弾いてたんですけど、だん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 手が丸くなってきまして、最初はちょっと弾けてたんですよ。でもだんだん本当に弾けなくなっていって、多分両手だったのかもしれないですね。もうどうしようもなくなって、でも自分が弾かないと音がないので、とりあえず殴りながら歌を歌うっていうもう強行手段ですね。こうやってやって弾いていたことがありまして、それから多分1年ぐらいはもうピアノに触るのをやめましたけどそう、それを経てですね、ライブでピアノを一人で弾くようになったのが2009年かな、2008年かだと思うんですけど、つっちゃって丸くなっちゃった。そう、丸くなってっちゃったんですよ。指が動かなくなってって感じぐらいだったら、まだいけるけど、もう丸くなっちゃったので殴るしかなくって、で、私三味線を弾くんですけど、その当時結構右手が腱鞘炎気味だったのもあって、余計にこう丸くなってっちゃったっていうのがあってですね、そんな思い出がありますね。あとは失敗ではないですけど、水をかぶったりとかですね、ライブ中に、そんな。それはあえてかぶった。あ、もうあえて水なんか落としてくださいって。そうです、好きな感じは。嘘ですよ、全然本当に予期せぬ水が落ちてきたんですけどね、そんなことがありました。そう、これ私画伯なんです。もう、ね、そうだよね、この間はスピーカーが落ちてきそうだったもんな。あ、スピーカー揺れて、あ、そうですそうです、ね、いや、しかも真上だったじゃないですか、ね、そう、そうなんですよ。5月30日にワンマンライブがあって、結構大きな小笠原震源の地震があったんですが、上にね、いっぱい吊ってあってすごい揺れてたんですけど、途中まで気づいてなくてはい、揺れてたことは気づいてますけど、上にあるっていうのは気づいてなくて、みんなの上には何もないかなってすごい思ってたら、自分の上にあったみたいなそういうことはね、ありましたけど、そうなんです。あ、そう、え、あ、そうです、これ P のね、文字ですよ。パルヘジアだから P の文字をね、書いてるということでね、もう、ありがとうございます、坂田はい、あ、皆さんにもね、こういう絵を私は描くということをね、ぜひ、ね、大変なことになってますけどね。あ、え、グローブみたいですか、これね。あ、確かに本当だ、こういう感じですよねそんなね、私のこのハードルを下げた感じだったら2人が出しやすいかなと思って、この私の優しさ、すいませんそうなんです。そんな昔から殴っていたんですかってね、別に殴っていたい殴りキャラみたいになってますけど暴力的な、なんかこの間も体育館の裏に呼び出しするとかね、いろいろ焼き入れる感じ書かれてるんですけど、違いますよ。ということでね、いい感じで書いてありますか、はい、じゃあ書き終わったよっぱいの方から、はい、2015年夏やってみたいことということで、はい、はい、じゃあお願いします。まず絵から、はい、じゃじゃん、え、お、ハーパーウイスキー、はい、これはどっかの居酒屋にマイボトルを置いてみたいです。なんか大人な気がします。確かに、でも居酒屋でいい、居酒屋内でキープってどうやってやるんですかね。居酒屋、いや、そう、洋酒のキープって居酒屋ではない、なんかバーって感じがする。そうだよね、バー行かないとダメなんですね。バーは怖いですねバーは怖いですね。居酒屋でもあるか、できます。でもハーパーある、そう、居酒屋キープできるのせいで焼酎だったりとか、あと角とか、角ハイボール、角瓶、角瓶、なるほど。ハーパー美味しいですね。これは1回だけ飲んだことあるんですけど、うんうんうん、なんて美味しいんだと思って、うん、
ウイスキー派ですか？あのバーボンだけ飲めるんですよ。へえ。これは美味しいなって思った感じです。美味しそう。あともう一ついいですか？はい、もちろん。ごめんなさい。まだ時間ありそうなんで。全然。あとこれは本当に絵だけ。あ、え？追いかけられたい。あ、ちょっと合ってます。あのナンパされてみたいです。そうなの？してみたいじゃなくて、ちょっとされてみたいことになっちゃうんですけど。へえ。されたことがないんです。ナンパ？されたい。あの珍しい。女性として一回もないってどうなのって思って。うん。でもそれは隙がないってことでしょ？なんですかね。どうなんですかね。隙がない女って。で, ね、でも外を歩いていて好きだらけの女もどうかと思いますよね。ちょっとだらしない感じですかね。うんうんうん、そうかそれはそうですね。うん、分かんない。私好きがありすぎるよ。でも確かに話しかけてもなんかきつい断り方しなさそう。ティッシュ配りとかティッシュ配られます？あ、ティッシュとか宗教の勧誘をめっちゃされるんですよ。あ、真面目そうだから。なんか迷ってるように見えて宗教でこれちょっとね そっちねへえ。でも私あの今髪が黒いんですけど、はい、黒髪になってからは一切声をかけられないです。前は何色だったの？前は金髪に近かったんです。想像できない。そうすると不良あ、だからやっぱ殴ってたんですよ。やっぱ殴ってた。そうすると そうかあれですよ、あの例えば大通りとか、うん、結構 夜歩いてると車の中から声をかけられたりとかみたいなするんです。もう金髪というだけで。金髪ってちょっとパンクな感じの色があって、うん、かもしれないですね。髪の毛だからね、すごい簡単に乗りそうみたいな感じだったなと思う。あ、この人なら乗ってくれるだろうみたいな。そう危ないですね。そういうのとか、あとまあ話しかけられてもなんか話しちゃうタイプ。あ、やっぱ優しさ、母性ですね。母性につながるんです、ね、でも今は声かけられないので。そうだから多分ね、まずあの金髪にしたら速攻声かけられる。マジっすか。うん、金髪ですね。それさ、ぜひそうしてやって、うん、ライブのちょっと MC のネタにしてください。あ、2015年夏。カツラじゃダメですか？カツラでもいい。全然。あ、もう毛根が心配でも。ハゲたら嫌だなと思って。もともと毛が猫毛なんで、ちょっともうこれ以上毛減るの嫌だなと思って。カツラでいいけど。カツラで。それ、あ、じゃあちょっと今度はあの別でなんかそれをツイキャスとかしましょう、後ろから。欲しいな。そうそうそう、毛が交代していく様。違う。ナンパされる様をなんか黒髪で歩いてる酔っぱいと、ちょっと金髪気味で歩いてる酔っぱいをこう後ろからこう妄想して、なるほど、うん、声かけられるかどうかみたいな。ちょっとやってます。金髪やってみます。うん、カツラをまず買おう。あと隙を見せる。隙を見せる。いや、カツラじゃなくてさ、ビッグでもいいから。うん。え、カツラとビッグって何が違うんですか？カツラじゃねえか。確かに。ビッグ。英語にしただけじゃん。カツラ。あの、部分。あ、つける。部分のやつ。あ、パチン。そう。あ、確かに。暑いじゃん、そもそも。そうですね。だから帽子かぶってここだけこう、金っぽくするみたいな。あ、隙を見せる。隙を見せる。隙を見せる。みたいな。で、ちょっとだらしなく歩く的な。なんかこんなどうでもいい質問にこんなに真面目に答えてくれて嬉しいです。ありがとうございます。そうだよ。だってナンパされたいんだ、もうちょっとイケイケな格好した方がいい。うん、そうですよね。多分なされたいと言いつつ、多分するなオーラを出してるんでしょうね。うん、だと思う。絶対話しかけられて、話しかけられてるかもしれないけど、気づかず無視して歩いてるかもしれない。人間の言葉に聞こえなかったなんかわからないみたいな。え、何みたいな。実はナンパされてるのに、ナンパされてるって気づいてない。うん、気づいてないかもしれない。あ、そうなんですね。うん、それ宗教の感じ。あ、かもしれない。ナンパなのに宗教、この人は宗教語を言っているみたいな思っちゃってる。あ、なるほど。それは聞き取らないといけないですね。実はラブレターなのにティッシュだと思っちゃったとか。いや、それ絶対違いますよ。それどういうこと。まあ、何も書いてないですね。真っ白で。ティッシュの裏が10文字だった。そう、10文字だったね。10文字で。10文字で。そう、そういう。お茶どうですか。ヘイ彼女みたいな。ヘイ彼女。それはでも立ち止まりますね。止まるね。立ち止まります。そういうことかも
しれない。あ、なるほどね、なんて染めに行けないところがあったんですね。あ、サイマスクエアって紹興酒ボトルキープできるんですか？あるある。お、あるって紹興酒美味しいですよね。じゃあボトルキープ。あ、キープじゃなくて。なるほど。確かに。でもなんかキープっていいですよね。なんか響きがいいですよね。うん、でパってこう、あ、そう、おい、今日こんばんはみたいな。そう、やっぱり来たねみたいな。あ、あれあれまだ残ってるよねとか。あ、じゃあ次のやつ入れちゃおうかなみたいな。結構さ、キープしてあの札はよっぱいいいよ。よっぱいで書いていい。いいですね。よっぱいたち。よっぱいたち。あ、なんか自分のそのいつも飲みに来てる、飲みに行ってるみたいなのがあるとなんか大人になったなみたいな。わかる。そう感じが。確かに。じゃあちょっと2015年はね、はい、それを目指して。割とできそうな感じがするので、楽しみです。動向をチェックしていただきたいなと思います。はい。ということで、じゃあゆいちゃん出来上がったようなので、はい、将来の夢というテーマでございます。はい、絵がとってもとっても苦手で、うん、千葉はすごい描くのが好きなんですけど、綺麗、綺麗。でもまあちょっと頑張って。ありがとうございます。まあ多分じゃじゃん。じゃじゃん。お、歌番組に出ること。おお、どうにか、あのこれあのタモさんね、わかるわかる。タモさん、うんうん。ちょっととりあえずあともう。分かりやすい。M ステだからもうタモさんだなっていうのは。分かってほしいみたいな感じで書いて、うんうんうん、あとはちょっともう、あ、もう書けないと思って棒人間にしちゃった。とりあえずもう書くだけ。ちょっともう。その隣のアナウンサーが気になるけど。もう無理だと思って。隣のアナウンサー話出てませんこの人。なんか。話してなんかマイク持つ手ってこれ書けないと思って、確かにそこがなくてどう書けばいいんだろうと思って、確かにね、もう本当にもう多分これ一生で一度ぐらいしか多分書かないと思うので、これをもらった方はだいぶレアな感じですね。本当にこうちょっと音楽番組に出たいなと、確かに M ステ出てほしい、はい、私も出たいけど、ね、みんなの夢ですよね、うん、ね、生番組ですし、確かに生番組、うん、一番いろんなこう歌番組見てきた中で、うんうん、今結構終了しちゃう番組が多いじゃないですか、ね、やっぱりこう M ステは結構長くからやっていて、うん、ちっちゃい頃から自分も見ていたので、うんうんうん、そうですよね、やっぱりちょっとまずここは出たいな、確かに、これはねきっと応援してくださっている方にとってもね、うん、夢ですよね。弾き語りですか、はい、そこですごい悩んじゃうんですよね。悩んじゃうんですけど、でもやっぱり弾き語り出たい。弾き語りで、おお、うん、素晴らしい。M ステって弾き語りの人あんまり出ないかもしれない。いないのが意外で、うんうん、そうだからゆいちゃんがね、うん、それを目指して、グランドピアノをこう置いて。あの時の山屋さんが、あの時の山屋さんがここで歌ってるわって思って、ね、あの絵を描いてた山屋さんが、そうですね、この人間の絵を描いてた、ぜひねこれをあの後でプレゼントであのもらう方は、あの2人のね夢とが叶うようにですね、はい、して叶った暁には、はい、ぜひねこの絵を提出していただきたいなと思います。M ステ、髪の毛もめっちゃ、あのゆうちゃん M ステに出た暁にはこの絵をテレ朝さんにね送りつけていただきたい。観覧席でこうやって、こうやってこうやって、うん、もう生放送なんでやったもん勝ちなんでね、こうやって。これカラーコピーしていっぱいしてこうやって見た。ぜひねお願いしたいなと思いますので、もうそうなった時にはね、あのこれをなんか提案した私も鼻高だかというね、うん、気持ちになる、うん、全部自分のものにしますけど、さすがね、本当にありがとうございます。じゃあちょっと時間がまだありそうなので、絵は描くのは大変だろうから喋、はい、ろう、はい、これでもう一回、じゃあゆいちゃんからちょっと待って、これ撮ります、はい、じゃらじゃらじゃら、じゃんじゃん、今までのライブでの失敗談。失敗はそうですね、なんか、うん、
こうステージドリンクとか飲むじゃないですか、で結構私水が多いんですけど、もう緊張しすぎてこうよしステージドリンクを飲もうと思ったら勢いよく飲んじゃって咳が止まらなくなったことがあります。あるある、辛い。そうです、それ初めてで、それもなんか企画ライブとかだったんですよ。でなかなか咳が止まらなくて、これ歌えるのかなと思ってたんですけど、どうにかうっていう感じで止まってくれて、とりあえずもうその時のライブは大丈夫だったんですけど、それは結構じゃあちょっとお水飲むの怖くなったりとか、そう、なんか水って喉が逆に乾いちゃうんで、うんうん、私ライブ中とか、そうなんです、だから最近はちょっと水じゃない方がいいのかなって思いつつ、他のものなら大丈夫、なんか普通の水が逆にうってなってきちゃうんですよ、だからちょっと違うのにしてみよう。何がいいのかな、繊細なのかな、喉が、喉がよく普通にするときはなんかミルクティーがいいっていうのを、確かに、でそれからもともと好きなんですけど常にちょっと飲むようにして、いい感じ、ミルクティー、そうなんですよ。ちなみにヨッパイは何を飲んでますか？私はお茶か、そのライブハウスの美味しい水道水を美味しい水道水を飲んでます。でもどう、そうか、ミルクティーだとちょっと滑らかになるんですか、ね、滑らかになる、なんかお砂糖が入りすぎてないやつだったらいいのかもしれない。何飲みますか？私はライブ中は基本何も飲まないです。あ、水を飲まない、飲まない、喉乾かないんですか？乾かないです。あ、じゃあ常に湿ってる。そうですね。あ、しばらくでも、あの風邪とかの時、飲んでる時は、まあ、水か、ミントティーとかを飲んでます。ハーブティーって言いますよね、うん、ハーブ、喉にいいハーブティーを。ライブ中っていうのは、例えばワンマンとか長いの？もう基本的には飲まないですね。ただ、ちょっと飲まないとやってらんないなっていう時は飲むようにも。戻った時とかには飲みますね。なるべく飲まないようにして。普段ドキングの時は全然ね、飲まないですね。はい、1秒でも長く喋りたい。そうなんです。なんかやっぱりね、上ってなりやすい気がして、なるべく飲まないようにしてるのですが、なんか飲んでる時は比較的喉が乾いちゃってる時なのかなっていう時かな。乾燥してるとか、そういう会場とかにもよるんですけどね、そうなんです。たまにビールとか飲んでる人いらっしゃる。すごいと思う。すごいですよね。絶対喉乾いちゃうしね。かっこいいなと思って一回家で試したんですけど、弾けたもんじゃないですよね。弾けないし歌えないし、ね、そう、すごいですね。ゆうちゃん全然飲めない。カシソレンジ、あ、かわいい。これが理想的な、そうだね、女性シンガーソングみたい。わかる。そうですよ。歌うときはね、そう、ハーパー飲んじゃうぐらいがいいですよ。かっこいいですね。渋いですね。でも似合いそう。うんうんうん、なんかウイスキー似合う。あの、そう、あ、で、そう、ハイボールにしたいんですよ、ゲップ出ますよね。まあ、そうだね。なんか歌ってる途中に、それも出ちゃうかもしれない。そう、あれは嫌ですね、ゲップ出るの嫌じゃないですか、そうそう、歌いながらはね、まずい、失敗談に絡めてですけど。そう、確かに。じゃあもう一回、あ、じゃあこれを入れていただいて、酔っぱいに、はい、はい、じゃら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 、ペペン、また引いちゃいました。これはどうしましょう。ある？失敗談っていうか、恥ずかし、今振り返ると恥ずかしかったことなんですけど、はい、投票制のライブに昔出てたことあって、その時にもう必死だったんでしょうね。あの、来たお客さんにうまい棒を投げました、これ。どういうこと？あの、私のその対マンで多分。よくペンライト振るとかあるじゃないですか。あのペンライトを買うお金はないなと思って、うまい棒だったら十何円。あ、確かに。じゃないですか。みんなうまい棒振ってくださいっつって。振れって言ったの？そう、みんなうまい棒振ろうっつって。光んないけどねみたいな。あ、みんなのうまい棒がすごい光ってる、輝いてるよとか言ってたんです。うまい棒で買収したわけじゃない。そう、した、買収するわけじゃなくて振ってほしいなと思って。ただ今考えると何をしてたんであろうか。今絶対やらないと思います。
でもちょっといいと思う。うまい棒投げて、ハーパー伸びながらいいライブしてたら、うまい棒ってね、意外とつまみですよね。いやもうそうだと思います。あれは本当に 2,3 年前だと思うんですけど、もう血迷ってましたね。なんかそれをね、逆手にとってそういうライブをまたするっていうのもあれは恥ずかしい、ちょっと今振り返ると恥ずかしい話でした。でもなんか一生懸命さは伝わってきますよね。なんかいい方向に持ってってくれてありがとうございます、母性を感じる母性を感じる。いやだってそういうなんか分かります、こうね、やってほしいっていう気持ちはあるけど、黒歴史です。なかなかそれをほらお客様ね、自らこう持ってきてくださるまでには時間がかかったりするじゃないですか。うまい棒持ってきてください。そうまずは自分からね。でも私がやるとうまい棒になっちゃうんで、皆さん次はあれも自分ちょっと持ってきてもらえると。だからちょっとね、今度ヨッパイのライブみんながもしかすると持ってきてくれる。持ってこなくていいですよ。いいのかな。うまい棒ね、持って食べましょう。ね、そうだね。ハーパーはみんなで取るんじゃない？重いですね、多分。重いですね。帰りに物販のところみんなこう置いて帰りに。ちょっと私キープ。ボトルキープされるんじゃないですか。これは何をしに来たんだろう、この人ってなりますよね、多分。でもちょっと新しいこう、なんか、あれこの人ちょっとおかしいなって。おかしい。骨出ましたね、骨が出ました。骨が。ね、そういう。ことも必要かなって、差別化は大事ですね、うん、いいと思うよ。うまい棒リウムってね、言われてますね。うまい棒シンガーソング。うまい棒いいと思うな。うまい棒リウム。そんなわけでね、皆さんの素敵な絵とお話を頂戴いたしましたところでありがとうございます。そろそろですね、こんだけ喋りましたけれども、まあ皆さんシンガーソングライターということでお歌をね、歌っていただきたいなと、はい、思いますので、じゃあゆいちゃんからかな、はい、歌っていただこうと思います。今日のハッシュタグですね、今夜はよっぱゆいちゃんのりちゃんだよというハッシュタグをつけてですね、今日のテーマは、猛暑日真夏日あなたの暑さ対策はというテーマで募集しています。また7月生まれの、方ぜひですね、お名前とそしてまあ、ご家族とかお友達でも大丈夫です。ぜひ、こちらツイッターの方でですね、ソーシャルネットワークの方で書いていただきたいなと思っております。プレゼントはハルヘジアのステッカー、泉まみさんのポスター、歌芸さんの、コンピレーションアルバム1の CD、松田春菜さんのオリジナルステッカー、あとこの楽しいスケッチブックとみんなの集合写真ということでございます。将来のね、スターの、スケッチブックでございますから、ぜひゲットしていただきたいなと思いますので、皆さん思う存分にハッシュタグをつけて発言していただきたいなと思います。よろしくお願いします。そんなわけで大丈夫ですか。では、ライブ山谷ゆいさんでお届けします。強く思いながら自分
という曲を聴いてください。山谷ゆいちゃんです。
目が大丈夫のメッセージ、はい、でマイロードということで、そしたら、はい、よっぱいのスタンバイをお願いします。はい、はい、ありがとうございます。どうですか、歌ってみて。いや、緊張しますね。緊張します、はい、ね、ライブとはちょっと違う雰囲気ですね。雰囲気が違うからまた違った緊張感だって。でもすごくなんか優しいけど強い気持ちが込められているようなリムステがね、そうです、見える感じでね、ぜひ絵の通りになるように、うん、頑張ります。はい、そんな山谷由衣さんでございましたが大丈夫ですか。それでは吉野ゆり子さんのステージをお楽しみください。聴きやすい曲を、はい、お届けします、ふるさとと君に。
人気のない道、同じバス停で降り、別れ道の三叉路まで行く。嗅ぎ慣れた潮の匂い、海が囲む島、吉野ゆり子でした。はい、ということで吉野ゆり子さん、デリバリーラブとふるさとと君にという素敵な曲をお届けしていただきました。じゃあちょっと私も歌わせていただくので、お二人でお話をしていただいて、はい、よろしいですか。はい、詩がすごいね、
ね、ありがとうございます、伝えときます。私も超好きです。何か情景があってのことで、あれってデリバリーラブですか、うん、あれはただ単に愛を売ってたら面白いかなっていうちょっとひねくれた発想から二人で、そう、最後のは本当にもう二人の地元の時の話です。それだけ私が書けって言って書かせました。嫌がってたけど書かせました。はい、それでは、ちょっとさっきティッシュ配りの時にね、一瞬出てきた10文字の10文字のラブレターという曲があるので、その曲をお届けしようと思います。君守りたい。
われたい。どうしよう、君が好きって言われたい。言われたい。言われたい。すごい、聞きながらこれができるのが。ここはね、今釣りそうでしたもん。すごい。よかったな。聞いてみたかったんだけど、はい、なんで10文字。どうしよう君が好きって言葉最初に思い浮かんで、あ、それでも10くーそうなんです、ね、言われたいね、言われたいね、言われたら10じゃない可能性もあった、もう53文字だったから、ね、あ、すごい熱烈熱烈もういいやみたいな、いいなぁ、最初にその言葉を言いたいなって思ってから作った曲でございます。はい、そこのマイクの付け根ピュッと押してくれる、ピュッ、こうですか、あー失礼しました、あー私ですね、失礼いたしました、オンオフの時にちょっと緩い、失礼いたしました、失礼、でこれで来てるかはい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 、大丈夫です、ありがとうございます。ということでですね、曲を聴いていただきまして、ここで、マンスリーコーナーハッピーバースデー7月生まれということで、はい、番組の初めに募集した今月お誕生日の方をお祝いしたいと思います。7月お誕生日の視聴者の皆様、ゲスト出演いただいたアーティストの皆様に、まあ、私からというかもう3人でというかもうここにいるみんなで、はい、というかもう番組、ね、はい、画面の前の皆さんと共に、はい、バースデーソングを歌いたいなと思いますので、ぜひお手伝いをよろしくお願いします。ありがとうございます。これからね、あの私の手元にやってくると思うんですけど、書いてくださった方もねいると思いますが、そう、この番組屋根裏のミッキーさんスタッフの方がいらっしゃるんですけど、はい、彼も7月17日ですね、あ、書いてある、はい、あ、16日明後日でございます。プレゼントはあげません。はい、プレゼントはあげませんという。そう、ないからね。今日いればね。そうですよ。そうそうそう。そうなんですよ。お友達とかでいますか？7月ってなかなかいない。あ、お母様。はい、あ、いつですか？22です。22。はい、来週？来週です。来週だ。じゃあうちの父も、あ、父じゃない、母もそうなんではい、ありがとうございます。お、いっぱいいる。すごい。じゃあまず、番組出演者さん出てくださった方ですね。7月、継承略でいきます。3日、梅田夏樹さん。お、あ、これ読まないで歌うんだった、間違えちゃったハッピーバースデーという、はい、ギアで一人ずつ歌っていきましょう。めっちゃいる。はい、はい、出演者さんと視聴者関係者さんと行きますので、はい、じゃあ行きますよ。はーはー、このぐらいで行きましょう。あ、すごい。はーはーはー、行きます、はい、皆さんも歌ってくださいね、行きますよ。いっせーのーせ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、行きます。梅田夏樹さん、いっちーさん、ちあみさん、ここは、あ、ここね、坂田裕樹さん、ひかりさん、中谷美咲さん長谷川真美さん、はちきさん、北川由紀さん、そして関係者視聴者の皆さんですね、わりパパさん、ひろさん、ほりけんさん、私の母はるえさん、屋根裏のミッキーさん、おめでとうございます。せーの、ハッピーバースデーとユー、ぜひ素敵な1年を過ごしてください。まだ私のお友達に、私はピアノのサポートをしてくれている小川徹さんという方も7月生まれですね、はい、3日生まれです。そんなところかな、他にも多分いらっしゃるけど、はい、いっぱいいます。そうですね、この間、はい、いっぱいいます。ぜひ素敵な1年を過ごしてくださいということで、そろそろね、お別れの時間が近づいてきたのですが、改めまして活動紹介やお知らせをお願いしたいなと思います。ではゆいちゃんからお願いします。はい、はい、今月はあとライブが少しありまして、
7月の19日日曜日に蒲田コーダというところで歌います。はい、そして7月の22日真昼の月夜の太陽というところで、こちらは浴衣ライブとなっておりますので、もしよかったらぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。ぜひお願いします。はい、他には大丈夫ですか？ツイッター山谷ゆいでやっております。そして、うん、Facebook や YouTube も山谷ゆいでやっておりますので、もしよかったらぜひぜひつながっていただければ嬉しいですし、ご覧になっていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、私ピアノ弾き語り吉野由里子と申します。7月はあと1本新大久保光の馬というところで、光の馬というところで、レンリさんという山口県、同じ山口県出身のギター弾き語りの女の子の企画に出ます。対バンに徳網、正宗さん、そしてレンリさん、青山優希さん、そして私がおります。アップライトピアノで40分弾き語ります。そして今度ですね、9月6日ここイオギチャイナスクエアさんで、対バンライブに出演させていただきます。はい、そしてツイッターを、吉野由里子マイホ29というアカウントでやっております。そして YouTube の方にバンドライブや、弾き語り音、歌詞付き弾き語りのライブ動画が流れております。あと今ですと七夕様のカバーも聴けます。どうぞ聴いてみてください。ぜひお願いします。お二人このライブは夜ですか？夜です。はい、時間言ってないですね。じゃあ、ね、ブログとかでチェックしてください。はいはい、ありがとうございます。ちょっと僭越ながら私もお知らせをさせてください。7月はですね、7月18日土曜日、のりおとのりこ第1話ということで、高橋のりおくんという、シンガーソングライターの方とツーマンライブをさせていただきます。ひまわり広場で手をつなごうというところで、夜ですね、19時からスタートします。それから7月23日木曜日、チャギ&アスカナイトという、チャギアスの歌しか歌わないライブに出演します。チャギアスが好きな人がこぞって集まるというですね、暑苦しいイベントになっておるバンドのライブになっています。恵比寿テーマドスイッチさんで、開催されます。こちらも夜のライブですね。お願いします。7月あと19日に川崎のフリーライブがお昼間入っております。で7月25日ここチャイナスクエアさんでライブさせていただくんですが、私のチケットはソールドアウトしております。はい、すごい、ありがとうございます。はい、ということでございまして、4月はそんな感じで、私もツイッターとかフェイスブックとか、アメブロとかやっております。全部岸のりことね、もう自分の名前推しで言ってますので、見つけてやっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、この番組ではですね、もうハッシュタグをつけて、つぶやいてくださいといっぱい言ったんですが、プレゼントありますね。プレゼントの抽選会をしたいなと思っております。今週のプレゼントおさらいですが、ハルヘジアステッカー、それから泉まみさんが提供してくださってます6月17日のワンマンライブですね、ギターサンドストロボカフェのサイン入りポスター、サインが入ってますからね、なんとね、素敵なサインと素敵な写真です。それから、宴さんが提供してくださっております、素敵なアーティストさんが6名かな入ってる、宴コンピアルバム1の CD、松沢春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして、この番組コーナーで使用したスケッチブック、いろいろ書いてあります。はい、それから番組終了後に写真を撮りますので、その写真にサインを入れてプレゼントをさせていただこうと思います。ハッシュタグをつけてコメントをいただいた方が抽選対象で、1名、これ全部1名の方に抽選でございますのでプレゼントです。抽選はですね、いつもは番組初登場の方にお願いしているそうなんですが、本日はお二人とも初登場ということなので、はい、ゆいちゃんに弾いてもらって、よっぱいに読んでもらう感じにしようかな。かしこまりました。はい、じゃあちょっとこの箱をですね、この中に入ってますので、じゃあゆいちゃん一番弾いてください。弾かせていただきます。じゃじゃじゃーん。じゃあこれを酔っぱいに読んでいただきます。はい、いいですか？いいですよ。はい、岡田035さん、岡
岡田博さんですかね。はい、岡田さん、博さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、岡田さん、岡田035さんでいいのかな、博さん、これはアカウント名ですかね。はい、はい、にはあのプレゼントをお送りさせていただきますので、クラブパルヘジアのツイッターアカウントに、フォローしていただいて、フォローを待って、はい、DM で送付先をご連絡してください。お願いします。そんなわけでですね、番組をご覧いただいてタイムラインにコメントをいただいた皆様をご紹介したいなと思いますので、じゃあ一人ずつですね、こちらを読み上げていただきながら、はい、ご紹介させていただこうと思いますので、はい、こんな感じかな。半分では行きます。ずんじさん、ありがとうございます。いちまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やまびこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。パルフェジア、ありがとうございます。あかりさん、ありがとうございます。マーボー豆腐さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うまきちさん、ありがとうございます。みえちさん、ありがとうございます。青いゴムゾーリさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。溝の口の山おやりさん、ありがとうございます。これは読む、あ、吉野ゆり子さん、ありがとうございます。これはヒロさん、読めてない、ヒロットさんかな。ありがとうございます。間違ってたらごめんなさい。ジャカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。寿司パンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。モーバーさん、ありがとうございます。金巻さん、ありがとうございます。アマヤユイさん、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。岸のりこさん、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。あとは、はい、当たった、終わりです、はい、ありがとうございます。皆様ご参加ありがとうございます。これから来ていただいた皆様ありがとうございます。そんなわけでですね、番組をご覧いただきありがとうございました。コラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信をしております。観覧無料、ワンドリンク500円となっております。火曜日の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。この辺パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。ピッとね。それからこことこの辺チャンネル登録もお願いします。ぜひともお願いします。そんなわけで、それではですね、今日はゲストに来ていただいたお二人から、視聴者の皆さんに最後にメッセージをいただきたいなと思います。ではゆうちゃんからお願いします。はい、猛暑日が続きますが、熱中症にならずに4月も頑張りましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあよっぱい、はい、今日はご視聴、ご観覧、そしてありがとうございます。クラブパルヘジアともども、よろしくお願いいたします。何言ってんの？ちょっと酔っちゃったのか。あ、ちょっとよ、自分に酔っちゃいました。はい、自分に酔っちゃいました。便利です。はい、便利です。はい、ありがとうございます。今日はね、本当になんかありがとうございます。こちらこそありがとうございます。癒しのお二人にお越しいただきまして、すごく楽しかったなと思いますが、私もですね、今日は、初 MC ということで、これからあと2回ですね。8月は4日、今月はちょっと、まあ、訳あって2週目にMC させていただいたんですが、8月から第1週目 MC となります。もうね、3週間後にはやってくるのかっていうね、ところでございますけれども、8月4日の火曜日と9月1日の火曜日にまた MC させていただきますので、ぜひ、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。苦情は受け付けません。はい、褒め言葉のみでお願いします。褒められないと伸びません。はい、そうですよ。お願いしたいなと思います。というわけでですね、来週もこの時間、このパルヘジアございますが、来週の MC は7月から9月第3火曜担当の辻村麻里乃さんです。ゲストは現在ブッキング中ということで、お楽しみにしていただきたいなと思います。辻村麻里乃さんもとても素敵な歌を歌われる素敵なお姉さまでございますので、私がお姉さまって言っているかもしれないね。え、そうですね。
ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。この3ヶ月もね4人で、回していきますので、ということで、じゃあちょっとまだ時間があるので、はい、ちょっとしたメロかなと思いますが、はい、今日はいかがでございましたか。大丈夫でございましたか。大丈夫でございました。ありがたいです、はい、うまく拾っていただいて、はい、なんか楽屋でやれみたいな話になってますね。本当に。いやでもやっぱ緊張しますね、生放送で歌う。緊張しますね。いやそうなんですけど、なんか違う緊張感。これ死ぬまで残るんですよね。死ぬまで残る動画。死んでも残りますよね。だからとってもね緊張しますね。なんか本当にそうなんです。残るから、まあ、ライブもね残るんですけど、人々の記憶に残りますけどね。人々の記憶に残ります。その人たちがお亡くなりになったら多分消えるからね。同調したね。そんな大げさに。いやーなんかすごいね。やっぱり普段ライブは一人の空間じゃないですか、うん、基本的には、うん、で歌を歌って自分で MC を考えて、うん、喋って、うん、だけれども何を言われるかもわからないし、うん、なんか、うん、こんなこと言ったらおかしなやつだって思われちゃうんじゃないかなとか、ちょっと尻込みしちゃいますね。そういうのがね、たまにあるんですけど、うん、まあ、私はおかしなやつと思われた方がいいと思っている。いやでも岸さんでよかったです。なんか、ちゃんと受け入れてくださるからね。本当嬉しかったです。何この子、変な子が来たなみたいに思わなかったのがすごく救いでした。本当にありがたい。とてもありがたいお言葉を頂戴しまして、またね、あと2回頑張れそうな。決して何かプレゼントしてね、こういう風に言ってねって言うわけではない。一応そういうことにしておいていただきたいなと思います。なので、まあ、おさらいとしましては、はい、お二人ともライブもたくさんしております。たくさんでもない、1ヶ月にどれくらい。多分そうしてる、ね、4本くらい、4本くらいですね。私月に多い時で3本ですね、うん、じゃあ2人とも3、4本はしているということで、ぜひね、ツイッターですとかフォローしてライブ情報とか、あと CD もある。あ、はい、そうですね、はい、はい、あります。飾ってありますので、お二人とも素敵な CD がありますので、はい、渦巻くのね。そうなんです。なんか前発売してたのから抜粋して4曲入れてます。歌詞カードなくなっちゃったんで、もう音源だけしか入ってないですけど。いくらね。500円です。安っ。前は1500円で9曲入りでした。はい、それをお買い得な、はい、お買い得にしました。10曲入りで3150円なんですけど、もう10曲普段は弾き語りなんですけど、これはちょっとバンドみたいな感じでまたちょっと凝ってるので、違う、ぜひぜひ、はい、どちらでお買い上げできますか。これはライブハウス、ライブハウスでゆうちゃんのライブで、よっぱいは、私もライブハウスで直に、はい、ということでね、ライブにいらっしゃっていただかないと手に入らない貴重な CD たちでございますので、でもライブを見て CD を買うっていうのはすごく思い出に嬉しい、嬉しいね、なるし、すごく買っていただいた方はとても嬉しいので、ぜひですね、ライブ見て話しかけるのって緊張すると思うんですよ、多分、分かんないけど、うん、ですね、それはそんなことないのかな。私は話しかけられないんですけど、そんなこと絶対ないと思うんですけど、なんで今そんな絶対ないじゃないですか、そんなこと。話しかけられますよ。そうなんです、ちょっとね難しいですけど、話しかけてほしい。話しかけたいんですけど、なんか緊張しちゃうの。あ、だいぶ見た人に話しかけるっていう、いいのかなって思っちゃいますよね。そうそうそう、でやってる方としては話しかけてほしい、はい、ね、ですけど、なのでお気軽にぜひ話しかけていただいてCD を手に取っていただいたりですね、遠方の方とか送ったりとかできますか。通販ですか、うんうん、あ、特にはしてないですね、うんうん、じゃあライブに来てくださいとにかく来てください。で、ぜひお願いしたいなと思いますよ。あとなんかあるかな、グッズとか販売してますか。あ、岸さんの CD は、あ、私ですね、ここに置いてくださって
したいっていうのが一番一応あの置いとくんですけど、何を出しとくのが一番いいか。何でもいいんですけど、でもこれじゃないのがいい。はい、iTunes とかで。あ、そうですか。音源は変えるんですよ。はい、音源変えるので、全然大丈夫です。この中の曲たちは今でもいっぱい歌うので、はい。はい、CD とかドライブもねやってますので、ぜひ、見てくださっている方もね、なかなかライブに足を運ぶっていうのが勇気が持てない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、怖いイメージありますよね、なんとなく感じがする、ありますよね、うん、私も最初そうだったんですが、なのでぜひですね、まあ行ったところでこんな素敵な2人がいるようなところなんですね。差し入れは差し入れ大丈夫。めっちゃ重いし。差し入れうまい棒で大丈夫です。うまい棒大丈夫。ゆうちゃんは何が？ゆうちゃんは差し入れされるとしたら、じゃミルクティー。あ、ミルクティー。かわいいよ。ミルクティーとうまい棒じゃないか。お願いします。ね、そんないい日のお時間といったところで。はいはい、はい、それでは、いつものポーズでお別れでございます。はい。右手が棒。はい。左手で。輪っか、火を作ってください。このカメラですね、今週もありがとうございました。来週もと私が言いますので、はい、その後に続けてカメラに向かって、はい、クラブパルヘジアと言いながら、はい、その手を前に出してください、はい、よろしいでしょうか、はい、皆さんもやってくださいね。はい、テレビの前の皆さんも、テレビじゃないか、目の前の皆さんもお願いします。それではいきます。今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、ありがとうございました。
笑って